こんばんは。6時のニュースをお伝えします。神奈川県で4日、女性で結成された結婚詐欺グループが逮捕されました。この結婚詐欺グループは SNS を通じて集まり、約7人で活動しており、手口も一貫して同じものだったことが分かっています。収入の多い男性と知り合い、交際に発展すると結婚を匂わせ貢がせるなどして、5年ほどで約2000万円を騙し取ったとみられています。そして別れる際、女性たちは一貫してある行動をして男性から別れを切り出させていたことが分かっています。それは女性たちのおねしょです。女性たちは毎晩おねしょをすることで男性に精神的苦痛を与え、別れを切り出させていたことが分かっており、警察は以前からこの女性たちをションベン組として捜査を進めていた進めていたとのことです。逮捕されたこのグループのリーダーは、しすぎてたまに本当におねしょすると語っていたと。続いてのニュースです。本日7月7日は七夕ということで、日本中で様々なお願い事がされています。お願い事というと、〇〇できるようになりますようになどと書くことが多いですが、七夕でそのお願い事をする先は実は織姫様というのはご存知でしょうか。しかしそのために努力するのは自分、つまり織姫にお願いするけれども、それを実現するのは自分ということが七夕に込められた思いだそうです。全国各地ではこのようなお願い事がされています。コロナ収束と経済復興を願いましょう。頑張ろう。夢が叶いますように。金欲しい、男が欲しい。たくまと結婚する千秋。千秋と別れたい。たくま。このように各地でさまざまなお願い事がされています。皆様の願い事が叶いますように。さまざまなお願い事ありますけど、はい、福井さんはどういうふうにお願い事しますか、今年は。私はやっぱり長州力に会えますようにとお願い事をします。あ、そうか、福井さんプロレス好きですもんね。そうなんです。あ、そうか、そうか、確かに。え、坪浅さんは何をしますか。僕何するかな。でも願い事ってもいろいろあるんですよね。でも、ちょっと難しいですね。何なんだろう、何が一番いいんだろう。以上、ニュースをお伝えしました。